はい、えー。ジャパニーズぺラぺラドです。<laughs> えー、今日ですね、漢字16から20。これをね、紹介します。えー、YouTube チャンネルでですね、漢字のショート動画上げています、えー。そっちのプレイリストだと、えー、とても見やすいので、よかったらそちらから見てみてください。えー、今日はまず一つ目、行、うを。 ですね、それからちょっとこれ魚ですね魚もありますね魚、はい、フィッシュですねで書いてみましょうはいこれでね「魚」という字になります えー、これですね。魚肉ソーセージ。魚肉ソーセージ。これは青魚と読みます。青魚。でこれ、魚菓子。魚菓子です、はい。意味見ていくと、魚肉ソーセージ。これ、フィッシュソーセージですね。あのスーパーとかコンビニでも。 売ってます、はいえー、これでねお酒を、えー、飲んだりする人もいると思いますね。はい、それから青魚青魚ブルーバックのフィッシュということでこの背中の部分が青い魚これを青魚と言いますね。魚菓子魚菓子 これフィッシュマーケットですね。魚菓子、魚菓子、はい普段の。普段の会話ではあまり使うことはもちろんないですけど、お寿司屋さんとか、魚をメインに使うようなレストラン、居酒屋とかではお店の名前とか看板に魚菓子と書いてあることがあります。はい、次です。2個目。 冬ですね。この冬なんですけど、いつもね、言ってますけど、冬と,と書いたときに、発音は冬と,となりますね。と、えー、まあこんな感じですか。こんな感じかな。と冬ですね。えこれはもう冬と書いてあるので、この感じの意味 ウィンターですね書いてみますね。この下の部分を少し長くするとバランスがいいと思いますね。うん、はいでこれですね。冬季ごり冬季ごり冬季冬季冬休み冬休みはい読めましたかね。 私が行った後にね、同じように真似して行ってみると、えー、効果があります。ちょっと今日ね、喉が少し、あの、喉が少し、あのー、痛いのでね、あまり声が出てないんですけど、で見ていきましょう。意味をね、見ていきます。でこれですね、冬季五輪。冬季五輪。今ね、えー、オリンピック東京でやってますけども、えー、冬季五輪は冬の冬の 輪オリンピックなんで、ウィンターオリンピックのことを言います。2022年の北京ですね。それが冬季ゴーン次の冬季ゴーンですね。それが冬着、えー。クローズフォーウィンターということで、まあ、特に冬に着るもの。このが冬着と言いますね、はい。だいたい冬着というと、 イメージできるのは人によってね多少違うと思うんですけどセーターとかあとはダウンジャケットえその辺が冬着というと大体みんな想像するものがそれですねはいそれ冬休みウィンターバケーションですえ日本人の場合ですね冬休みは学生とかですとえ結構短いですね 2八日、早いところで20日ぐらいからですかね。1月の8日とか。これを冬休みと言いますね。会社員の人の場合でもですね、一般的に早い人で25。少し遅いなぁとか、カレンダーの曜日によっては27からですね。で、1月の5日か4日ぐらい。4日から5日ぐらいですね。うん までが、えー、大体会社員が休みですね。会社員。会社員。サラリーマンですね。会社でオフィスワーカーですね。会社で働く人。これは、えー、学生ですね。学生は大体このぐらいで休みますね。うん、大学生はもっと長いですけどね。 大学生は長いですけど、大学によりますね。うん、はい、次行きましょう。こ、ふる。これはオールドという意味ですね。書いてみますか。はい。はい。こうやって書きます。ちょっとね、少しこの線を長くするとかっこよくなるかな。 これ中古、中古。古い、古い。E 形容詞ですね。古本屋、古本屋。はい、で中古。ユーズド、セカンドハンドですね。中古。うん、日本で住んでいる人の場合はですね、ヤフオクとかメルカリというアプリで、 自分の家のいらないもの、中古を売ってお金にしている人も、えー、結構います。が古い、ね、古いと、えー。オールド、イケヨシのですね、オールドという意味です。それかられは古本屋、えー、セカンドハンドブックストアということですで。セカンドハンドブックストアという意味ですね、古本屋。 今でもですねそうですね ebook を読む人は結構増えましたけど、えー、やっぱりまだね貴重な昔の本とかは古本屋で買ったりとかする人もいますので私もね安いですしね東京の神田とかは古本屋が多いとこで有名なんですけど神田に行った時はねちょっと古本屋でね昔の本をちょっとね見たりとかしますね。 はい。で、次ですね。金、金。金、金。皆さんというか、私も大好き。意味はゴールド。それから、マネ。という意味ですね。書くと、ここ。ここをね、大きく。ちょん,ちょんはい。これでね、金。 という字になります、えー、この詩をねまたあの綺麗にしたやつをねあのシェアしますんで <laughs> まあ好きに見て使ってくださいこの上のようにねこう上から書くと綺麗になるかもしれないねそういう使い方もいいですしね、えー、友達とシェアするのもいいかなと思いますこれねこれ「四季四季四季」四季。 金遣い、金遣い。金持ち、金持ち。はい、借金です。これは、えー、会計の言葉とか、金融、経済の言葉ですけどね。ファンズ。金遣い、金遣い。金遣いの使いはですね、えー、もう少し簡単な 漢字こっちをね使う人もいますけどこういう簡単なね漢字で書く人もいますけれどもこっちの漢字の方が多いので一応こっちを紹介しました。これはねあんまり覚える必要は今はないですね。後でねこの漢字また紹介しますけど。とりあえず今日はこの金遣いという意味で。 まあ、to spend money. 金遣いが荒い。金遣いがいい。こういう表現を、ね、します。金遣いが悪いでもいいですけどね。金持ち。金持ち。これはリッチパーソンですね。お金持ちと尾を,をつける場合もありますね。お金持ち。えー、またはお金持ちの人と言ったりしますね。はい 金持ちでも大丈夫です。お金持ちでも大丈夫ですね。はい。それから最後ですね。そう、早。そう、早。これは早い。クイックとかアーリーという意味です。はい。書いてみますね。 こういうふうにね書きます。ここね出ないように気をつけてくださいねでで。出るとまた違う感じになっちゃうのでね。でこれは、はい、相対相対。それが早い。早い。はい。じゃ意味見ていきましょう。相対。リーバーリーですね。相対。特に 学校とか会社を途中で帰る、途中で家に帰ること。これを早退と言いますね。これはもう早い、早い。これがいい形容詞ですね。うん。それから早朝、早朝、早朝。早朝って何時ぐらいでしょうね。 これも人によって違うんですけど、まあ私の早朝はやっぱ5時ぐらいですよね。うん。5時ぐらい。5時から6時。6時ぐらいですかね。<laughs> うん。早い者勝ち。早い者勝ち。はい。えー、ファーストカウン、ファーストサウンド。早い人が何かを、何かの権利を得ることができる。 まあそういういい意味ですね早いもの勝ち、はい、今日はですね16から20の中を紹介してきました「えー、魚」それから「冬」「古い」「古い」金「金」「金」「早い」「早い」今日もね紹介した漢字、えー、紙とかペンでね書いてみてください同じようなね日本語を勉強している友達がいたらこの動画をシェアして教えてあげてください、はい、今日も最後まで 見ていただいてありがとうございました。